本当にその1000カット超えるっていうのが、いわゆるテレビシリーズのアニメでは基本的にはないことなんですね。基本的に1話数って通常のテレビアニメだと300カットがいいところで、1200カット、1100カットっていうと、まあ4話数分に相当するんですけど、それってやっぱりうちでもそんなことをやったことなかったですし、多分業界でテレビアニメ1話90分ってやったことないんじゃないかなと思うんで、正直作り方どうすればいいんだろうみたいなところからスタートしましたね。でもやっぱりメインスタッフ含めてもう本当にモチベーションがめちゃくちゃ高くて、今回その1話を90分でやることっていうことに対してなんかマイナスな意見ってなかったんですよね。分業は絶対に必要になると思っていて、それはもう小林プロデューサーとも話していて、その作品の V 編終わりのタクシーとかで話していて、どこまで任せて、どこは自分が引き取ってっていう、その分業をするっていうことは考えていたことで、それを今回やっているということですね。お任せするんだったら細かくとやかく言わないことですかね。たまたま、話数的に3話分で1巻が終わるっていう計算になったので、まあ、通常の30分アニメ3本分で90分ではあったんですけど、あれが仮に例えばテレビアニメ4話分だったら120分として作ってたかもしれないしっていうぐらい、まあ、その尺にはもう関係なく、あれはもう1話として映像をきちんと届けたいという思いのもと始まった立て付けになった。ある程度決まっているものをより120%、150%引き出していって、共に手を取っていくのが原作もの、原作がある場合のアニメの仕事だと私は思っているので、もっともっと良さとか、そのシーンで本当に伝えるべきことをすくい上げて伝えていくっていうことに注力していくのが、多分原作もののアニメーションの作り方なのかなと思っています。根幹に関わるそのシナリオとか絵コンテとかっていうところは僕が見て、それ以降のそのカットチェック、監督チェックをやっていた部分をそのなるべく任せるっていう、前作でそのセンスを見ていましたので、そこを活かせるようにな仕事をしていただく、色を決めたりだとか、服のセンスだったりとか。一応僕も見ますけど、もう僕から意見を言うことはほぼないですね。何を視聴者に伝えたいかというよりは、伝えるべきかっていうのをシナリオから汲み取って、喜ばせるのか泣かせるのか驚かせるのかっていうのを、必要なものを自分の想像じゃなくて理論的にちゃんと汲み取って、技術だったりロジックを詰め込むっていうのは意識してます。いわゆる、ビーコマチアイの歌うキャラクターソングの、振り付けの方が先に必要みたいな、作業があって、本物の振付師さんが作ってくれた振り付けをもとに絵を描くと。原作でその例えば可愛いポーズをしていたら、そのポーズをできるだけ活かして、曲調に合わせた振り付けにしてほしいっていうことは言いますね。今回の場合ですと、監督の提案でそこの上がってきたダンスの部位から 3D を起こすっていう、まあ、新しい挑戦も取り入れてみたりして、で別ラインで曲が上がってきて、ダンスの素上がりの状態でもちょっと絵コンテを描かせてもらってっていう段階で、こう2つのワークフローで動いていったものを、作画段階でガッチャンコしていたような形になるかなと思います。やっぱり日常ベースだったりとか、まあ、現実ベースの作品ではあるので、淡々とやってると普通の画面からしっとり良さを伝えていくっていうのが主軸になりそうだったので、たまにこう作画的に派手だったり、イメージショックとか使ったりとか、また手書きで全部模造が一枚一枚塗りで描いていったみたいな、そういった作画的にもインパクトがあるような心がけたかなと思います。撮影は本当にもうどこも素晴らしいと思うんですけど、まず打ち合わせに関しては本当に1話でいうと丸2日とかかかったんですかね、撮影。色と撮影と背景を一緒にやるのが通例なんですけども、この業界だと大体。
1話だけで本当に丸朝から夜まで本当終電ギリとかまで2日間かかって、当初やろうとしていたのはカラーグレーディングなんですが、物の色を決めてそれにさらに撮影で効果をかけるっていうことと、空気感を出すどう出すかっていうことはまず考えます。愛がその死ぬシーン一連ですね、特にその、まあ、ストーカーが去っていった後ドアの付近でいろいろとあるところがあるんですけど、あのあたりは結構細かくここが光源になってここから第二光源が差してここはこの素材だからこういう照り返しがあって色は強く出すぎないように黄色みを紫で打ち消してとか結構細かい感じで確か全て再現していただいて、なおかつ桑野さんの技術また撮影部の技術でたくさん持っていただいて、すごく透明感のある素晴らしい画面に仕上がったと思ってます。コンテ段階で決まってるのは 40% から 50% ぐらいで、作画さんとかともう2時間ぐらい打ち合わせして、最近の流行りのライティングってこうだよねとか、ライトの例えば顔にちょっとシュッと入るライトも太すぎると今時じゃないよねとか、かなり細かく決めて、それで95から98%ぐらい、2%はやっぱずっと最後までふわふわして最後まで詰め切っていったような感じかなと思います。愛と五郎が屋上で語るシーンが長いシーンがあって、夕方の背景と夕方の撮影処理と2パターン A パターンと B パターンっていうのを作って、5分ぐらいの尺かな、それをつないで徐々に徐々に明るさを夕方から夜に変化させてるんですね。で、動画工房さんって撮影さんが社内にあるんですね。なので、まあ、監督のがちょっとこう思ってちょっとチェックしたいっていうとすぐ、まあ、社内に行ってチェックできる環境にあるんで、そういったこともやっぱりその撮影さんと色彩さんもそうですね、その辺の連携が取れてないと絶対できない手法なんで、動画工房さん その全員が同じところを向いて同じことにチャレンジしようっていう意味だとすごい効果が出ているところかなと思います。動画工房の良さとか強みって良くも悪くも小さな会社のことだなって個人的には思っていて、例えば作画さんとか撮影さん仕上げさん制作各部署の、まあ、心理的な意味合いでも肉体的な意味合いでも距離感がめちゃくちゃ近いんですよ。家族感が強いというか、みんなで一緒に何か作っていきましょうよっていう土壌がすごくあって、なんだろう、ビジネスライクな感じというよりはやっぱりその作品の中に入ってみんな一つのものを作っていきやすいのかなとは思ってます。これすごくいいねとかこういうの見たらどうかなみたいな提案とかしたり、なので本当に一人の力じゃ絶対できなかったことばっかりで、集団でのものづくりの良さっていうのを認識しましたし、改めてここで培ったものを1話だけじゃなくてまず最終話まで引き続き続けていきたいなって思ってます。